よし、始まったかな、 OK かな、よし、あ、こんにちは。こんにちは。はい、オンライン旅行でご予約の松田様でしょうか。はい、あ、熊本タクシーの原と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞご案内します。はい、はい、どうぞ。あはい、頭気をつけてください。はい、ありがとうございます。はい、あ、こんにちは、みそうさぎさん。足元よろしいですか。はい、はい、じゃあ音は閉めます。今日声聞こえてますか。失礼します。あ、こんにちは。こんにちは。はい、本日は熊田区バーチャルタクシーツアーご乗車いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、では出発します。はい、本日は、市内から熊本市内から、だいたい車で15分ですね。はい、熊本市西区花園にあるお手水の森の方に向かっております。はい、あ、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、カラオケ8アンアンさん、こんにちは、よろしくお願いします。めっちゃ近かったですね。もう到着ですね。はい、はい、お手水の森ですね。到着いたしました。おー、あー、こんな看板なんですね。はい、水の熊本水の迎賓館お手水の森です。はい、はい、あ、昔の柿原洋益城と言いますね。はい、はい、到着いたしました。お待ちください。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。気をつけてください。はい、はい、はい、始めます。あ、今日は、あ、今日の車は加藤清正、加藤清正号です。あ、プリウスアルファの加藤清正ですね。そうですね。はい、では参りましょうか。はい、はい、本日はですね、はい、熊本、こちら水の迎賓館お手水の森、はい、オンライン旅行の、エキスポ2021に参加ということで、はい、本日は30分という短い時間でございますけれども、はい、こちら水の迎賓館、熊本お手水の森、こちらをご案内させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃ参りましょうか。では、はい、カモン、カモン。リンダさん、こんにちは。お、桜が綺麗に、はい、桜がもう、はい、ちょっと満開を過ぎてますね。見てるけど、はい、綺麗ですね。中の方はもうずっと。あ、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。本日はよろしくお願いします。こちらこそお待ちしておりました。はい、はい、迎賓館あのお手水の森の、井上店長ですね。あ、はい、今日は、はい、ご案内していただくために、準備してもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、こちらの方ですね。じゃあ参りましょうか。はい、はい、早速なんですけど、これ1個握っていってもらってもいいですか。はい、はい、鯉がたくさんいるって聞きました。はい、店長の声入ってますかね。一応、はい、あ、マネさん入ってますか。入ってますかね。はい、はい、じゃあ行きましょう。握りました。ありがとうございます。握りました。園内各特所にこう池があるんですが、はい、その池すべてに鯉が飼ってあります。すべてにですか。はい、すべてですね。そうなんですね。で、もちろん
餌をやって楽しんでいただくことができますので、はい、せっかくですのでよろしいですか、はいはい、さっき握ってもらったやつを、はい、先ほど買った鯉の餌です。これはふ？ふです。ふですね。はい、ふです。あ、水が綺麗ですね。すごい綺麗ですね。はい、全部湧水です。あ、今日ははっきり映るんじゃないでしょうか。はい。ちょっとやってみます。どうぞ。あ、寄ってきましたね。結構慣れてるんですよね。かなりでっかいですもんね。でかいですね。ちょっと大きいのを上げてみましょうか。わあ、ふわふわ。すごいですね。水がきれい。いいですよ。直接なんかやることができるみたいですね。うん、もう口元まで持っててもそこに吸い付いてきますので、まあ、なかなか楽しめると思いますね。手で直接あげるってことですか。そうです。はい。あ、できますね。子供さんたちには人気じゃないですか。そうですね。はい。なかなか直接こんなふうにしてやれるっていうことはないですもんね。おお。すごいね。こうやって触ることもできるですね。はい、触ったり。よし、はい、はい、はい、楽しいです。ありがとうございます。小さんバイバイ。はい、じゃあ奥の方にご案内しましょう。はい、よろしくお願いします。どうぞ。あら、大丈夫？大丈夫？まあ、お子さんがこけました。こけました。いや、こけちゃいました。いや、やっぱ子供さんもこういうとこ来るとテンション上がっちゃうので、はしゃいじゃいますよね。この桜がこう今も散ってるところがなんかまた風情があっていいですね。せっかくなので撮ってもらいましたね。はい、一番眺めのいいところだと思いますね。今の時期じゃないとこの桜見れないからですね。そうですね。ギリギリ間に合ったというかですね。ギリギリ、はい、よかったですね。よかったですね。こう花吹雪が見れてよかったかもしれないですね。これもオンライン旅行で世界中の人が、あ、です。オンライン旅行エキスポ2021ですから、はい、あの世界中に、世界中で、はい、あの日本人の方たちが、はい、ご覧になられてるかと思います。はい、まあ、熊本にもこういうところがあるんですよということ。桜といえばやっぱなんか日本の心的なところありますよね。そうですね、はい、はい、またいらした時にでも楽しんでいただければと思います。はい、癒しの空間ですよね。ですよね。はい、はい、じゃあ奥行きましょうか。はい、あ、水の音がするとずっと、はい、この音も癒されますよね。はい、わ、すごいですね。すごい水の勢いですね。はい、ここが、これがまあ基本的、これ全部じゃないんですけれど、はいはい、もう山の上から湧き出た水をこっちに引き込んでいて、はい、で全量この池に、あ、はい、ここから流してることですね。はい、流してます。うん、じゃあもうここの池全部もう湧水。そうです。もうここからの水で全部ですね。はいはい、それからまあもちろん後で料理もご紹介したいと思いますけど、はい、ここで、料理をするために使う水、はい、もう全てこの湧水を使ってます。はい、
もともと熊本市内の水道水は地下水ですね。そうですね。はい、100% ですね。はい、でもちろん名水百選に選んでいただいたりとかしている水なので、とっても美味しいです。あ、おお。だいたい冷たいでしょ。冷たいです。はい。水温どれくらいなんですか。水温がですね、だいたい年間通じて15度から16度ぐらい、はい、もう一定しています。一定、そうなんですね。なので夏だからちょっと温度が上がるとか、冬だから冷たくなるということがないんです。ないんですね。なので体感として夏はとっても冷たく感じるし、はい、冬は外気が逆に低いので水が暖かく感じます。あ、なるほどですね。はい、でそれでここでいるマスの、まあ、養殖に、はい、まあ、適している水温ということになりますね。で年中変わらないので魚にとっていい環境ですよね。なるほど、ね。はい、生活過ごしやすい。過ごしやすいですね。はい、やっぱり水温が変わると魚にとってもやっぱストレスになるんでしょうね。魚の種類によるんでしょうけど、うん、やっぱそれなりにその自分の最適温度っていうのが多分あるんですね。はい、で、たまたまじゃあニジマスには合ってるということですよね。はい、15から17度ぐらいで。はい、あ、いいですね。じゃあ奥にどうぞ。はい、奥が源泉というか。そうですね。もう一番の源になります。お手水の滝ですね。お手水の滝と呼んでます。はい、まあ通称でまあお滝という言い方をしているんですが、このお手水っていう由来は、由来ですね。はい、これかなり歴史を遡ることになるんですけれども、はい、日本の初代の天皇、はい、はい、いわゆる神武天皇という方がいらっしゃるんですけど、はい、これ実はもう神様のようなレベルの、はい、昔なので。神武天皇っていつ頃ですか。紀元前約660年と言われてます。紀元前660年、なんかピンとこないです、ね、ピンとこないですよね。今西暦が、2021年なので、はい、まあ、2600年ほど前、2700年ぐらい前ということになりますかね。の初代の天皇。初代の天皇、その方のお孫さんにあたる武岩辰野命という方がいらっしゃるんですが、熊本有名ですよね。はい、この方は阿蘇神社の、熊本の阿蘇神社の、神様として祀られている方です。うん、はい、でその方が、日の国巡視といって、はい、こちらの方を、まあ、平定されるために来られた時に、ここのお水で、うん、お手水を使った、手を洗ったということからお手水という名前が。そうなんですね。はい、だからもうとっても歴史は古いんですよ。すごいですね。あったんですね。でもその時からもう全然枯れることなく。枯れることなく、はい、だから単純にいきますと2700年ぐらいずっと湧いてるということになりますかね。まあ、水量が変わったりもせずに、はい、熊本地震でも大丈夫。でも、はい、もうまあびくともせずというか。あ、そうなんですね。もう全然変わらずに同じ量出てますので、とてもその、まあ、歴史のある湧き水といいますか、ね。これ湧き水はどこ、阿蘇金峰山水系になります。金峰山水系ですね。はい、でそのこの水をですね、今度は歴史がちょっとこうぐっと近くなりますけど、あそこに像がありますが、加藤清正公の像ですね。はい、あ、はい、はい、実は熊本城を作られた、もちろん皆さんご存知の加藤清正公なんですけど、築城、はい、の時、それから、はい、横島干拓っていう授業をされたんですけれども、はい、その時玉野の横島、玉野の横島の方の、そうです、玉野の横島、はい、その時にここに来てこう水を飲まれた。干拓横島行き帰りの途中にちょっと寄られて。そうです、そうです。ちょっと中の方、こちらから行かれますか。はい、こちらにも、右は日蓮聖人。あ、日蓮聖人さん、はい、で左は加藤清正公の、はい、像が祀ってあります。はい、どうぞ。
一番向こうはすごい滝ですね。もうちっちゃい滝という感じになりますね。ですね。はい。ずっと滝を眺めてるのもいいですね。はい。この音がなんか癒されるというか、ね、そうですね。マイナスイオンが出てるという感じがして、はい、とっても落ち着きますよね。でやっぱこれだけの水量があるので夏でもここに来るとやっぱ少しひんやりした感じ。あ、なるほど、はい、だいぶ何度かやっぱ 2,3、ね、度違います。 2,3 度違うと思いますね。夏なんかいいでしょうね。いいですね。涼みにですね、涼みに行ってもらって。うん、皆さんコインありがとうございます。あ、熊本水井さんですね。はい、水井さんに指定していただいて、はい、名水百選にも選ばれてます。名水百選ですね。金峰山湧水群ですね。本当はこれ飲んでもいいんでしょう。そうですね、そのまんまですね。そのまま飲めますよ。まあ、今ちょっとこうコロナのあれがあるからですね。そうですね。ご自身の手でこうやって飲むみたいな感じですね。そうですね、まあ、ちょっとこうすくってもらって。飲めてか、飲めてか、まあ、飲みやすいように向こうにありますね。細工してますので、もしよければ飲んでみてください。これ白竜神とかなんですか。あ、これはですね、これも一つ伝説というか神話というかですね、実はこの池に、竜が2匹住んでいるという、はい、まあ、言い伝えがありまして、はい、でそれがこの、サークルになってますね。石積みしてあるサークル、はい、ここから竜がこう出てきたという言い伝えですね。神話があります。で、こういうふうにお祭りをして、保存してるわけなんですけど、それとあそこに丸い台座みたいなのがありますね。あそこで、これはつい最近まで、まあ、最近といっても昭和の時代ですが、はい、修験者さんがあそこで滝行されていたらしいですね。はい、この水をこう引いて滝にして、はい、あ、そうなんですか。はい、いや、水がないところに滝行と思ったんですけど。だから引いてですね。引いてあそこに滝を作って、うん、なんか修行されてたらしいですね。そうなんですね。はい、修験の場でもあったんですね。そうです。ちょっとお水いただきます。はい、どうぞ。あ、冷たい。いかがでしょう。美味しいです。かなり冷たくてですね、まあ、味はしないですけど、なんか美味しいです。お水の、まあ、水ですよ。はい、美味しいです。はい、はい、柔らかい感じの、ね、柔らかいです ね。またあの水道の水とまた違ってですね。はい、あ、いいですね。いいですね。ではぐるりと回って向こう行きますかね。はい、どうぞ。原さん落ちないでねって。はい、原さん落ちないでねって。池に、はい、なんか鯉に餌やる時がなんか一番危なかったですね。振りで振りになってますが、一応ここも紹介しますかね。はい、ちょっと洞窟みたいに見えると思うんですが、はい、いわゆる防空壕です。あ、防空壕なんですね。はい、ちょっと隠れて見えませんが、全部で3つぐらいあります。あ、はい、そう、これはあの人の手で掘って。そうです。へ、はい、だから相当なパワーだったんでしょうね。あの岩なんですよね。はい、ですね。結構掘りにくいと思って。へ、でもここを掘ったにしても、ここ、この状態でしょう。多分掘った時はここは水がなかったんじゃないか。もう向こうまで行けて、うん、はい、あ、その後にこう水がですね。はい、水が来たという。熊本も手掘りですね。太平洋戦争の時に空襲があったんですけど、うん、はいはい、この花園地区っていうのが一番最初に空襲を受けた地区らしいんですよね。あ、そうですか。はい、そうなんですね。だからそういうところで
防空壕が残っていますよと。水が綺麗ですね。綺麗ですよね。なんかここにも、はい、鯉が来るんですけど、今日いない。今日はいないですね。はい、ぐるぐると回ってるらしいんですけど。こちらはまた鴨が、はい、鴨が、はい、いますね。さっきはこっちの方まで来てたみたいですけどですね。そうですね。はい。いろんな鳥が来るんですよ。あ、そうですか。カモ、まあもちろんサギ、サギは魚狙いで来るんですけど。あ、鯉がいます。あ、鯉いますね。こうやって浅瀬まで来るんですよ。鯉がいます。これなんか軽く30分超えそうですね。超えます、ね。本当ですね。全然ですね。ちょっとペース上げますか。もう。いや、もう大丈夫です。大丈夫です。はい、このペースで行きましょう。はい、この木ですけども、はい、これは。これ相当大きいですよね。高い。ですね、はい、ここに1、2、3、4、5、6、10本弱ありますかね。向こうにもあるんです。これあのメタセコイアと言います。メタセコイア。はい、どういった木ですか。まあ、生きる化石って言われてるんですけど、はい、いわゆる今石炭になってる木の元がこれです。なので恐竜がいた時代とか、はい、そういう時代、もう何億年、数億年前から生息してる木なんですよ。で、もちろんこれはその数億年前から生きてるわけじゃないんですけど、はい、種がずっと引き継いできて、はい、今でもこうやって残っていますよ。これ石炭の元、石炭の元ですか。石炭の元、はい、石炭って石じゃないんですけど、まあ、木が、石化して石にはなってるんですけど、はい、いわゆる石炭の元、木が石になって黒くなって石炭。あ、そうなんですか。はい、いやー、なかなか勉強になります。勉強になりました。人の歴史と植物の歴史と、ね、やっぱりホタルがいっぱいいますね。この池、もうやがてだと思いますけど、はい、ゴールデンウィークちょっと前後ぐらいですかね、ちょっと前ぐらいかな、はい、にホタルが飛ぶんですよね。あ、うん、そうなんですね。で、ここ珍しいのは、ゲンジボタルと平家ボタル、はい、2種類が両方飛ぶんですね。2種類が、なので、夜見に来ていただければ、はい、飛ぶのが分かると思います。今実はあの夜の営業もやってますので、はい、予約は必要ですが、あ、ぜひ今からの夏ですね、はい、涼みがてら来てほしいですね。ホタルを見てっていうところでぜひ来てほしいですね。ホタルを見ながらお食事もできるし、はい、散策もできるし。そうです。いいですね。早速予約しちゃおうかな。そうですね、涼みがてら。はい、あ、こちらがマスの養殖。そうですね、マスをここで、一旦飼っています。ここ何匹ぐらい大体ですね、はい、今はちょっと、食べちゃって減ってるんですけど、それでも1000匹弱いると思いますね。1000匹ですね、はい、でこれはもうある程度、まあ、釣りますんで、はい、減りますけど、うん、ある程度減ったらまた新しいのがやってきます。はい、でここでちょっと生育させて。そうですね、あ、まあ、やっぱ魚ですので成長が早いんですよね。あ、そうですか。はい、長く置いとけばどんどん大きくはなっていきます。あーはーはー、はい、でもある程度のところで大きくなる前にちょっと食べちゃうので残酷まあ世の常ですかね。あ、大好きです。そうですねそれはですね、はい、まあ、美味しくいただくということでですね、はい、そうですね、はい、これ先ほど見た桜少し近くで見れると思います。あ、本当ですね、もう葉桜になってますけどですね、うん、いやでも綺麗ですよ。でも一番いい時期じゃないですか、こんな風に見れたのは。そうですね、水面にですね、桜の葉いいですね、この葉散ってるところがまたですね、この敷地もこの池含めて全体で約3000坪あるんですよ。3000坪、敷地全部ですか。3000坪、はい、なのでこうやって今散策してますけど、まあ十分、うん、こう楽しめると思いますね。ぐるりと回っていただくだけでも、5分10分ですね、はい、ゆっくり見れますので。松田さん、はい、
3000坪って言ったら東京ドーム何個分くらいですか。難しいことをお聞きしますね。難しいな。いつもなんかそうそう東京ドーム何個分とかですね。ちょっと私たちピンとこないんですけど。よく、あの世界中の人が見てますから、あの東京ドーム何個分で言えば具体的にわかるかな。次回まで私調べましょう。調べときます。こちらが、はい、こちらに釣り堀の釣り堀ですね。こんにちは。池があります。こんにちは。いらっしゃいませ。わ、魚がいっぱい。魚見えますかね。これ全部マスなんですけど、はい、これを釣っていただきます。はい、で、釣ったお魚を、まあ、調理をして食べていただきますよ。はい、塩焼きとか天ぷらにできます。ちっちゃいのから入れますね。ちっちゃいのもちょっと種類が違うんですけどね。あ、違うんですか。はい、油目というやつです。結構なんかすぐ釣れるような形は聞きましたけどですね。そうですね。釣られてますね。お手元だけ映させていただいてよろしいでしょうか。ちょっと映させてもらってよろしいですか。お手元だけ映させてもらってよろしいですか。釣れてますね。あ、すごいですね。あ、本当だ。元気がいいですね。元気がいいですね。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、どうも。ちなみに藤崎大球場何個分でしょうか。さらに宿題がわかりません。子供さん、ちっちゃい子供さんなんか喜ばれそうですね。そうですね。魚釣りできるということですね。はい、もう春休みに入るぐらいだと思うので、これからも暖かくもなるしですね、いい季節だと思いますよ。屋根がついてるんで、はい、まあ、ちょっと雨でも大丈夫ですね。安心して。あ、向こうは炭焼きガーデンがありますね。はい、夏はそうめん流しがそうです。今あそこに炭焼きガーデンと書いてありますが、はい、今、いわゆる炭焼きのですね、はい、まあ、平たく言えばもうバーベキュー的な焼肉がここでブースでできますよ。でこれが大体3月4月ぐらいまで、まあ、あと1ヶ月ぐらいはそれをやっているんですけども、その後あったかくなるというかもう暑くなりますので、そうめん流しに切り替えます。あ、なるほどですね。はい、せっかくなら近くで行って、はい、こういうテーブルの形なんですが、はい、なるほど。上がりましょうかね。今ここで、はい、これを外しますと、こういう形になって、そうめん流しですね。そうめん流しができますよ。で、もちろんここの水も先ほど見ていただいた水をここに引っ張ってきて、そのまま流します。なので、とても水は冷たいですし、綺麗な水で、お食事していただけますよという。いいですね。夏はそうめんいいですね。はい。はい、そうなんですね。今はこういう形でここに、七輪を置いて焼き肉をいただきますということです。いいです。はい。すごいです。後ろそのまま下がるのかなと思って、こけないように。この水が透き通るような。どうでしょう、一匹釣られますか。釣ってみます。釣れます。釣れるはずです。はい、やった。そんな1本もらってきますね。そんな体験まで。釣ります。ください、はい、もしかすると時間が来ちゃいますので一旦つなげ直します。あ、はい、はい、すいません、よろしくお願いします。つなげ直します。時間がプツッと切れますか。はい、はい、原さん落ちないでくださいね。あうわ、でかいのが釣れたら。はい、ではバリに餌をつけて。これ餌は何ですか。餌は練り餌ですね。使ってます。
はい、で魚のいるとこにチャポンと落としていただければ、はい、いきます。行くと思いますよ。一緒に、はい、よかった、コンティニューコインで30分延長されました。はい、じゃあこの辺りに、はい、お、来た、あ、あ、失敗した。はい、あ、失敗した。もうちょい合わせが待ちましょう。ないですね、餌が取られました。チャンスが 2回ほどありましたけどね。餌が取られました。ちょっと少し食べさせて、まあ、待つぐらいの感じで、第1回目 の敬愛さんみたいな感じです。ちょっとかける感じでやってみてください。ちっちゃいお子さんが釣るので大丈夫です。そうですね。お、来た、聞いてますよ。はい、釣れた、 OK です。はい、釣れました。釣れました。大きいです。大きいです。はい、すごい。はい、大崎さん、ありがとうございます。拍手。すごい簡単ですね。おお、ものの5分で釣れますので。いや、5分かかってないです。かかってないです。すごい。あ、春日さん、ありがとうございます。拍手。よいしょ。わー、はい、はい、じゃあこれはそのまま料理に使っちゃいましょうか。はい、あ、はいはい、よろしくお願いします。通常はこの釣った魚を、そうですね、料理していただくということができるわけですね。です、はい、受付に持ってきていただければ、その時に料理を伺いますので、はい、塩焼きにしてね、天ぷらにしてねって言っていただければ、はい、しますよという形になります。そうですか。はい、あとでちょっとお食事なんかできるみたいで楽しみです。はい、やった、まさか食事までできるとは。釣った魚をよいしょ。すいません、竿ちょっとあそこ置いております。あ、大丈夫です。よろしくお願いします。じゃあ、こっちから上がりましょうか。こっちですね。危なくないですね。そこに、わあ、でも楽しいですね。山田課長がいます。こっちの課長がいます。でも釣りすぎ、釣れるからといってたくさん釣るとですね、はい、あの、釣った分はなんかお買い上げですので。そうです、リリースができないシステムなので、はいはい、釣ったら、全部買っていただく、もしくは食べるということになります。だから釣りすぎは注意してください、はい、ということですね、はいはい。あ、子供たちが、子供、あの、鯉に餌やってますね。楽しそうですね。そうですね、うん、そういえば、はい、ここで最初にお会いした場所まで戻りました。はい、こちら受付の方になりますね。はい、上の方にもこうやってメニューを書いてますので、うん、この中から選んでいただいて、うん、まあ、もちろん全部載せてるわけじゃないので、あと細かいことはお尋ねいただければ、はい、はい、それと、あの写真見えます？このニジマスドッグ、はい、これも当店のオリジナルなんですよ。で、まあ、ここですね、はい、これがニジマスのフライです。はい、それに今タルタルソースオリジナルで作ったやつをかけて、はい、お召し上がりいただけます。でこれはお部屋でももちろん食べていただけますけど、はい、テイクアウトで、あ、テイクアウトもできるんですね。はい、じゃあ食べながら散策とか。ああ、もちろんもちろん大丈夫ですか。はい、大丈夫なんですよ。はい、これは値段はこちらです。これおさ、骨は入ってないですか。骨はないです。あ、よかったよかった。おろしたやつをあげてますので、もうガブッと、あ、ガブッといけますね。はいはい、特に今からいいですよね、外でガブッと。そうですね、はい、これかぶりつきながらの散策がいいみたいですね。はい、今日キムモン来ないのかな。キムモン、キムモン、あ、これクマモンだ、違った、あれ、金子木先生の、あ、金子木先生の、はい、とかですね。色紙がありますね。せっかく金子木先生の話題が出たので、あ、うん、こちら行きますか。行きましょうだ。この両脇にいる、はい、タツノとミコトって書いてありますけど、はい、これがいわゆるうちのオリジナルのキャラクター、キャラクター、上手の森
でこれ金子先生に書いていただいたものなんですけど、あの二匹の竜がって言われた、そうです、はい、で名前の由来辰野と巳琴、これ先ほどちょっとご説明の中で武井は辰野巳琴っていう方の話をしたと思うんですけど、はい、そこからそれぞれ辰野と巳琴っていうのをいただきまして、うんうんうん、ネーミングに、あ、はい、使わせてもらってます。かわいいですね、うん、はい、もうこれからうちの推しのキャラクターなのでぜひ、はい、覚えていただきたいです、はい、しっかり配信しましたんで、はい、かわいい、はい、はい、スーパーボールスクリーン中の方に、はいはい、参りましょうか。いや、ご案内しますね。あ、こんにちは。はい、お邪魔します。ありがとうございます。はい。ですね。どうも。こちらですね。はい。誰かいます。あ、誰かいます。くまモン。キムモンですか。くまモンがいます。あ、こっち。くーまもん、くーまもん、お料理食べましたか。はい、どうぞお書きになってください。わー、これすごいですね。もう映ってますよね。はい、はい、これうちの、定食で松定食という松定食、はい、で、まあ、先ほど釣った魚は早いなという話になります。塩焼きです。はい、はい、はい、それから天ぷらですね。これシジマスを3枚におろして、フライにしてます、はい、それからこれがいわゆるニジマスの刺身ですね。刺身、はい、刺身はなかなか食べれないんじゃないですか。そうですね、やっぱ新鮮だからというかですね。そうですよね、やっぱ取ってすぐをさばくのでということですよね。でじゃこのセットになっています。はい、で実は今、聞こえますか、音がしてますよね。バチバチ言ってますけど、はい、燃え上がってくると思います。ああ、なんか来ました。お腹すいた。なんか来ました。おお、カメラマンの増田君用に。こちらはこれですね、今までずっと魚推しでずっと話をしてきましたので、はいはい、言いづらい面もあるんですが、お肉の夜ステーキ定食というのを新しく始めましたので、はい、魚もいいけど肉をやっぱ食べたいなという方にはおすすめかと思います。夜ステーキ定食、このステーキ、それからあとはご飯味噌汁がついて、で、味はこのタレにつけて食べていただくという形ですね。じゃあ松田君どうし、どう固定して食べます。もう普通に食べてください。じゃあちょっと、はい、いただいてよろしいですか。はい、ありがとうございます。ちょっとすいません、マスク外します。はい、AI さんは本社で書類に埋もれてるそうです。いただきます。ちょっと天ぷら、どれかな、天ぷらいきましょうか。天ぷら、はい、ありがとうございます。天ぷら美味しいですよね。美味しいですか。美味しいですよ。絶品ですよ、天ぷら。で先ほど言ったように3枚におろしてますので骨がないんですね、はい、うん、なので特に子供さんに人気ですよね。やばいですね。塩焼きだとどうしても骨があるので、はい、骨が細いので、あ、まあ、どうしても子供さんにはちょっと食べにくいなっていう抵抗あると思うんですが、普通あの川魚っていうと、うん、あの泥臭いからダメだよっていう方いらっしゃるじゃないですか、はい、もうここは流水ですから、うん、はい、その泥臭さが全然ないですね。全然ないですね、はい、はい、美味しいです。すごいですね。はい、身がふわふわじゃないですか。ふわふわです。ふわふわですよ。と塩焼きいただきます。これもここにここでオリジナルのタレがあるので、ちょっとつけて食べていただくと。塩が美味しい。塩加減が美味しいですね。美味しいです。せっかくですから刺身もいただきます。
わさびは溶かす派なんですね。はい。あ、つける派。私も溶かす派です。溶かす派です。わあ、すごい虹色。うん、プリ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 ですよね、はいはい、プリプリクマくんいいですね、クマモンがシュールってほっぺが落ちますいいですね、やっぱり美味しいです。もう一ついただきます。はい、うん、いや初めてニジマスの刺身で食べました。そうですよね、 あんまり見ることないですもんね。普通やっぱりポピュラーなのは塩焼きですよね。そうですね、一番やっぱり思い浮かぶとすればこう塩焼きだと、まあ、天ぷらも三枚におろしてだから手間暇かかりますよね、うん、そうですね、うん、でも、はい、身がふわふわでものすごく美味しい。美味しい、はい、ありがとうございます。美味しくいただきました。一番の料理です、はい、ありがとうございました。お箸にも、ん、あ、はい、先ほどのキャラクターをそうですね、はい、お箸の方にもですね、はい、じゃあ一通りですね、はい、はい、店長にご案内していただきまして、まあ、美味しいものをいただきましてですね、はい、せっかくなので、まあ、ここからの景色も一度撮っていただいて、はい、ね、すごい景色がいいです。景色を見ながらここでお食事が楽しめるというところで、はいはい、はあ、涼しい風が来ますしですね、はい、もうこの桜がいいですね、いいですね、いいですね。こういったところがもう熊本市内からもうわずかなところにあるって、やっぱりご存知じゃない方がたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、そうですね、もう中心部からでも10分15分もあれば15分もあれば、そうですね、はい、ぜひいらしていただいて、小さいお子様連れがなんか多いみたいですね。そうですね、なんか、はいはい、子供さんも鯉の餌やり、うん、魚釣りができる、はい、まあ、お魚もお肉も食べれる、はい、お肉もです ね、 ね、喜ばれるんじゃないですか、はい、そうですね、はい、ぜひ小さいお子様連れのご家族にですね、はい、もうお金かかりませんので、そうですね、はい、ぜひ来ていただきたいですね、はい、ちなみに定休日火曜日になっていますので、それ以外でしたらもう普通に来ていただいて大丈夫です。開始時間は何時から、平日は11時から、11時から、土日祝日は10時半から開いておりますので、その時間に来ていただければいいです。もう自由に散策できるんでですね、はい、はい、入園料とかいらなかったですね。あ、ここに入る分には入園料、はい、入場料はいただいておりませんので、うん、はい、もう気軽に散歩という感覚で来ていただければいいかなと思いますね。ありがとうございます。はい、いいですね。よし、あ、いいですね。本日はですね、はい、はい、もう店長の方に、いえ、どうも、はい、お忙しい中をですね、いいです、はい、ご紹介いただきましてありがとうございました。またいらしてください。はい、また今度家族連れで来て、そうですね、プライベートでもぜひいらしてください。はい、わ、はいはい、かりました、ありがとうございました。はい、します。はい、じゃあ今日はこんなところでですね、はい、はい、そうですね、もうお時間がちょっと30分の予定でしたけれども、15分オーバーしました、はい、15分オーバーしましたけれども、はい、ご勘弁ください。はい、いいのいいものがご紹介できたんじゃないかと思います。はい、はい、じゃあこの辺りでですね、はい、まあ、熊田区バーチャルタクシーツアー、次回は、3月の27日はい、はい、明日、明後日ですね、明後日、はい、明後日は松田君、どちらの方からですか。どちらですか。富士バンビです。あ、富士バンビさん、熊本を代表するお菓子、黒糖ドーナッツ棒ですね、はい、なんか工場見学させていただいて、そうそうそう、はい、工場見学させてもらいました、もう美味しいドーナツ棒をいただきながら、はいはい、またぜひバーチャルタクシーツアーですね、はい、はい、27日12時からですね、12時からですね、はい、いつものようによろしくお願いします。はい、あと4月4日、4月4日はどちらですか。山賀の千代の園さん、千代の園酒造さん、そうですね、お酒酒造ですね、はい、12時からやります。はい、今原酒、搾りたて原酒できてますんで、そうです、はい、また美味しいものがご紹介できるんじゃないかと思います。はい、いや飲めないですよね、あ、そっか、私たちは
ですね。作り方と作り方ですね。作り方をですね、なかなかお酒の作り方も、はい、見れることはないと思いますんでですね、はい、ぜひまた27日バーチャルタクシーツアーご参加いただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。します。あと私たちはツイッターと YouTube もしてます。そうですね、はい、熊田区公式ツイッター、ね、YouTube こちらの方でも紹介しておりますので、はい、ありますので、まあ、熊本タクシーで検索していただければ、はい、まあ、出てきますんで、はい、フォローとチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。 YouTube では過去の配信デッキも見れますので、はいはい、見ていただければと思います。はい、あとですね、今日このオンライン旅行エキスポで、はい、他にバリ島とか、うん、セランゴール、イタリア、ドローンでのお花見、夜桜、オーストラリア、うわー、いいですね、なんかのオンライン旅行もあってますので、ぜひそちらの方もですね、はい、興味のあるとこ場所を、はい、見ていただきたいと思います。そうです、はい、よろしくお願いします。こちらの方から熊田区、オンライン旅行エキスポ2021ということでご参加させていただきました。はい、はい、じゃあ本日はこの辺りで、はい、失礼します。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。バイバイ。あ、匿名さんありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、ジッキーさん間に合った。ジッキーさんありがとうございます。いつもありがとうございます。じゃあどうも失礼します。あ、せいさんありがとうございます。お茶バク失礼いたします。